サウナカスタも実はやりたいなというふうに思いまして、カメラを回しております。台風の人が来るとやっぱりちょっと心もとないっていうのがあるし、ちゃんとしたサウナを作りたくなっちゃったんですよね。なるほど。できますかね。今日もみんなでシネマティック。どうも有村昆です。今回はですね、カスタムですけど、僕の自宅の、ちょっと敷地内にある場所でサウナを昔ちょっと DIY で作ったテントサウナはあるんですが、これをねちょっとサウナカスタムを実はやりたいなというふうに思いまして、カメラを回しております。ちょっと後ほどサウナをお見せしたいと思いますが、まずはですねちょっと僕のお悩み、いろいろサウナ業者の方にまずは聞いていただいて、なんか打開策はないのかというところで、自宅サウナマイサウナさんにですねちょっとお越しいただいております。小原さんと黒宮さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、お二人もサウナやってますか。やってますね。いいですね。はい。たくさんのサウナーの方々ともうサウナ愛を一緒に語りながら、マジですか。じゃあもうサウナを作っててます。あ、そうなんですね。いやー、ということでここ僕の家なんですけど、ちょっとじゃあもうね早速サウナ見てもらっていいですか。あ、大丈夫です。お悩み、はい。ちょっと実物こちらです。はいはいはい、こちらですね。これなんですけど、物置じゃないかと思う方いると思うんですよ。この中にサウナがあるんですが、もともとはですね、ちょっとこれ開けますね。はい、こうなってます。おお、テントサウナですね。そうなんですよ。これをずっと使ってたんですけど、この上見てください。もうね、半年ぐらい雨ざらしなんですよ。で、だんだんね劣化してきて、あったかくなくなってくるような感覚がやっぱあったんですね。はい、でこらいかんと思って、この外側だけ急遽買って、外をテントサウナの外をこうやって覆ってると。ちょっとじゃあせっかくなんで一回中にちょっと、今もうちょっとサウナのストーブつけてますけど、この中ですね、ちょっと見えますかね。だんだんねサウナもうこれやり始めて、自宅サウナもう1年ぐらい経つんですけど、はい、欲が出てきましたまずもっと熱くしたい。それからやっぱりこのどうしてもさ簡易的なんですよ、全部が。はい、台風の人が来るとやっぱりちょっと心もとないっていうのもあるし、なんかちゃんとしたサウナを作りたくなっちゃったんですよね。なるほど。できますかね。任せてください。マジっすか。我々のそこがもう一番の仕事ですから。あ、そうなんですね。でも変な話、例えば僕これ外じゃないですか。はい。雨ざらしでも劣化しないですか。あ、もうそこはもうしっかりと劣化しないように防腐コーティングもしますし、我々の設計的にも悪いところができてもそこだけ交換できるような。あ、そうなんだ。全部交換しなくてそこだけカスタムで剥がしてみたいなことができるんですか。あ、そうですね。そういったアフターメンテナンスを見据えたサウナの販売をしてまして。なるほど。全部国内でやってる。あ、そうなんですね。国産の木材を使って国内で製造するので、でアフターフォローももちろん国内工場持ってるので。なるほど。そうですね。ガゼンセールストークがうまいですね。流れるようなセールストークが。さすがね、やっぱり実績があると違うんですね。いやー、ということでじゃあいよいよこの後ね、図面的な簡単なものを見ながらやっていこうと思うんですけど、僕一人だとちょっと。プロじゃないので、やっぱりねサウナ好きはサウナ好きなんですけど、365日ですねサウナに入っているサウナの鉄人のガヤバさんという方ちょっとお呼びしてるんですよ。なのでちょっと鉄人にもちょっと参加してもらって、はい、こうマイサウナの、まさにマイサウナの、はい、そのなんていうんでしょう、カスタムのちょっとアドバイスももらおうかと思って。そうですね、いただきたいですね。ね、お、出ました。サウナの鉄人です、皆さん。鉄人、着込みすぎじゃないですか。あ、本当ですか。サウナ日和ですからね。あ、じゃ、真ん中に。いやいや、鉄人よかった、今間に合って。ちょっとね、ここなんですよ。ここが噂の DIY の。は、もう完全手作りです。なんか、鉄人にパッと見て、あ、こうやったらいいんじゃないかっていう、なんか。アドバイスあります。何人ぐらいの。一応、8人ぐらい来てるんです。だから下段と上段と2段で行こうと思ってるんですよ。通常サウナ入るときは基本は上の段がメインにして、だから上5人で L 字にしたいんですよね。L 字ですね、希望は、はい、横こっち長い、はい、こっち短い L 字で、ここが2段、こっち側が2段目があるっていうのがいいかなと思ってるんですよね。一回じゃあちょっとそれを僕言いますんで、はい、ちょっと図面的な感じにじゃあ落としてもらったのを元に鉄人と打ち合わせしますか。はい、そうですね。ぜひお願いします。はい、ということでじゃあちょっと一回図面落としてもらいたいと思います。さてさて図面がこれざっくりですけどパワポかなんかで作ったデータですかね。そうですね。ざっくりイメージ図を作成しました。はい、これがまずここからドアで入る。ここからはいドアで入る形ですね。はいはいはい。でここが先ほどの階段とかがある。はいはい。景色が見える側ですね、下側が。うんうん、でドアで入っていただいて、1段目。だいたい奥行き50センチぐらい、はい、500ミリですね。これは一応座れ人は簡易的には座れる。そうですね。50あればあぐらもギリギリかけるかなっていう。うん、そうですね。2段目が、もう50。そうですね。一旦50にしてます。もう本当標準的なのがよく50で。50ってのはじゃあ御社でもよくあれですか。出るやつ。そうですね。出ますね。はい。なるほどなるほど。600にもできます。よくなんか寝転んで。こう寝転びたいっていう方は600にしたりとか、そういうことがありますね。なるほど。これ上600でここ500だと今度こっちが狭くなっちゃいましたね。そうですね。その分。はい。これだってさ180しかないわけじゃないですか。そうすると600と500で1100。そうですね。なのでまあストーブと椅子までの距離がちょっと短くなるかなっていうイメージ感ですね。ただここはここで通路としてこっちにやっぱり行かせたいじゃないですか。なんでそこはちょっと逆に塩梅はお任せしたい。そうですね。ああそうですね。まあでも我々の場合この1段目の椅子を、はい、この2段目の内側に引くこと収納もできるんですね。あ、何これあれなの？中にスッと入るようになってるんですか？はい、そうです。スライドして。なるほど。はい。だったらあくまで1段目は階段代わりにして人が多くなった時だけ、はい、ちょっと多めに引き出して使うっていう感じができることもできます。ああ、そのがいいですね。とあとは屋根ですけども、これはこっち側から見たところだから、こうあってこういうふうに屋根の角度があ、そうですね。はい。なんでこっち側が高くて低いっていう感じです。その場合って例えば高さも実際中もこうなりますよね。あ、こうか、こうなりますよね。あ、ですね。中はもう四角です。あ、四角なんだ。じゃああんまり変わらないですね。変わらないです。じゃああくまで水はけというか雨はけの問題だけ。そうです。はい。もう上につける形。やっぱり雨は向こうに流れた方がいいですよね。そうですね。外側に行った方がいい。ね、外側に。じゃあそうしましょう。こういう感じ。はい。わかりました。どうですかね。ここまでなんとなくまあね、鉄人自体もめちゃくちゃいろんなサーブ見てきましたけど、どういう感じですか。いや、ちょっと、いや、このカメラのクオリティではないので、楽しみです。めちゃくちゃ楽しみですよね。はい、なんかホームサウナって結構やっぱこのパッケージになっちゃってて、あんまカスタマイズできないイメージが。そうなんですよ。あるので、まあ、ちょっと今回は楽しみな感じです。これはね、ちょっとシリーズで、私のアリコンチャンネルの YouTube でどんどんやっていこうと思いますので。はい、車以外もサウナもいよいよカスタムしてくれる、ね、お前の人生もカスタムしろって言われそうなんですけどそこも頑張っていこうというふうに思ってますけども、なのでぜひ皆さんね概要欄にですねマイサウナのリンク、さらには鉄人のねリンクもですね貼っておりますので、ぜひ皆さんそちらもチェックしていただければというふうに思っております。これどうしましょう。次回なんですけど、はい、もう搬入したとこになっちゃったこの場合。そうですね、図面を確定させて、はい、であとは我々制作しますので、できれば、はい、制作工場でギュイーンってなんかやってカットしてるとことか、なんかそういうのってなんかそれ企業秘密なんですよ。あんまり追えないんですよ。ちょっと相談してみます。はい。例えば誰かその工場の人に撮ってもらって、こんなのってやってますよみたいな。せっかくね追うんであれば、はい、カメラです。どうやってヒノキのやつをカットしてるのかはめちゃくちゃ興味あります。はい、なのでちょっとそれもね前編ちゃんとお見せしていきたいなというふうに思っております。この動画面白かったという方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでぜひ皆さん今後もお楽しみに。それでは次回もみんなでシネマティック。